中国史の時間じゃーい。うほ、今回は誰かしら。今回は覇者会、これまで秦の文公、秦の穆公、その相応と取り上げてきたので今回は、まさかあの最初の覇者、かっこ諸説あり、で、最終的に腐った死体となってしまった、聖の観光、大体何でも明細召喚中のおかげ、聖の観光、イグザクトリー、その通りでございます。今回は大公望より始まるとされる名門、聖の国を、聖的観中を用いて天下最強の国にした、中国最初の覇者、観光を取り上げるぜ。漢中の信玄をよく聞き真偽に則った外交を展開し、覇者の地位を確立し、中原の政治的安定に貢献した名君の生涯を堪能する時間だぜ。漢公といえば漢中、でも漢公から漢中を取り除いたら、がはは、覇者制の漢公は本当に名君や英雄と呼べる存在なのか、今回は彼の生涯を見ながら、視聴者の皆様と一緒に考えていく回だぜ。この動画は歴史の真実とロマンを追い求めるトリリオンゲーム第3巻好評発売中、買おうぜ、人間の提供でお送りします。さて今回取り上げるのは、当チャンネルでもおなじみの春秋時代。ほいほい、周が当選して西山根時代が終わり、諸侯の力が強まったあの春秋時代ね。この時代は諸侯の中でも有力な君主覇者が周王朝に代わって天下に秩序をもたらしたのよね。この後に訪れる弱肉強食の戦国時代とは違って、海明に諸侯を集めて号令をかける、覇者が紛争を解決したり敵から諸侯を守ったりして、天下をリードしていた時代ね。大体そんな感じだ。覇者あるいは覇権国が中原の平和を維持した時代だ。誰を覇者とするかについては諸説あるけど、春秋五覇、と言われ、覇者は5人いた、ということになっているのよね。そうだ。よく挙げられるのはこの5人だが、五王高与や草、また越王高専なども、覇者に挙げられるな。ただ、聖漢新聞、つまり聖の漢公、秦の文公は、諸説ある中でも必ず覇者に挙げられる、覇者オブ覇者だ。そして秦の文公は、以前取り上げたから、そう今回は聖の漢公というわけだ。では、まずは第15代目の聖の君主である彼の覇用について述べる前に、ざっと聖の国の歴史について話しておこう。さて聖の国の始祖は、考古学的な裏付けは未だ発見されていないが、周王朝を開いた文王、武王の軍師、大公望とされている。彼が聖の地に封建され、周辺の異民族を討ち、聖燕業などの産業を起こして、聖は豊かな国になったとされる。この大公望を初代とすると、漢公は15代目にあたり、殷周革命の後に聖が建国され、その400年後に漢公が出たということだ。さて漢公の父、第13代君主季侯の代で聖は、国語、の、帝語、に、聖の宗、季、ここにおいて昇覇、たり、と宗公や季侯も昇覇、つまり覇者の先駆けとなった、と記されており、漢公に先立ち、すでに聖の勢いは他国よりも盛んだったことがわかる。季侯の子で漢公の兄である14代目君主、上皇の時も、聖は季の国を併合したり他国を率いて永に攻撃し、聖に亡命していた永の元君主を復位させたりしている。ただこの上皇は聖の国を拡大させ、他国に強い影響を及ぼしたのだが、人格的にはなかなかヤバい人物だったとされ、詳しくはこちらの動画でも語っているが、自分の妹と密通していた上に、それがバレたら妹の夫の露光を殺した。やばあ。また自身が主催した改名の席で帝の孔子を殺したりもしている。やばあ。そんな上皇がまともな最後を遂げられるはずもなく、彼は反乱にあって、殺されたのだぜ。殺したのは季侯に可愛がられていた、上皇のいとこ公孫無忌だ。彼は即位してわずか1年で、日頃から虐待していた家臣に殺されたため、死亡がつけられず、聖の君主としてカウントされないこともあるが、カウントする場合は、公孫無忌が15代目、漢公が16代目となる。さて漢公の先代が死んだので、いよいよ今回の主役である、漢公の登場となるのだが、上皇、公孫無忌の両名とも、まともな死に方をしていないのは分かっただろう霊夢。こんなんじゃ聖の国内はだいぶ混乱してそうね。その通りだ。上皇の二人の弟である九と小白は、上皇の生前すでに、
彼の近くにいては自身の命が危ないと亡命していたのだ。そして上皇は殺され、殺した公孫無知も死ぬと、残された姓の国の重臣たちは話し合い、上皇の末弟の昭白を、姓に呼び戻して新たな君主として擁立しようと決めたのだぜ。この昭白というのが、姓の観光だったのだ。やったぜ、ついに観光が即位、と簡単にことが進んだわけじゃないのよねー。漢中の動画で見たわ。そう、ここから時勢の旧と末帝の昇白の熾烈な後継者争いが勃発したのだぜ。何しろ二人とも国外に逃亡していたため、この時重要だったのは、重臣の指示よりも、いち早く姓の国に入って即位を宣言することだったのだ。この時、旧は炉に、昇白は旧、後に西洋となるが当時は独立国、におり、二人とも姓に入って君主の座に就こうとしたのだぜ。さてこの時、自帝宮に着いたものが漢中であり、末帝昇白に着いたのが奉祝賀だった。この二人は実は親友だったのだが、使える主君がそれぞれ異なっていたのだ。出た、おじさん二人が仲睦まじくておにぎる画像、別にええやんけ。ええ悪くないわ。さて漢中が味方した旧だが、彼は炉に亡命したことで、炉から軍事的な支援を受けることができたのだ。炉としては旧を即位させ、恩を売ることで、後の利益を期待したのだぜ。さらに旧の側近だった漢中はより確実に旧を姓の君主にすべく、自ら炉軍と共に昇白を暗殺しようとしたのだ。そして許から姓へ向かっていた昇白一行を待ち伏せた漢中は、昇白を狙撃し、彼に矢を命中させた。昇白は馬車の中で倒れたのだった。観光神でも歌、これにて観光物語、結論、観光は名君じゃなかった。まだ君主にすらなっとらんのよ。さて、昇白を仕留めたと確信した漢中は引き上げ、旧も彼の報告に安心し、余裕を持って姓へ向かった。しかし実は昇白は死んでいなかったのだ。漢中の矢は昇白のベルトのバックルに当たっただけで、彼は無傷だったのだが、死んだふりをしてその場をやり過ごしたのだぜ。後の大宰相漢中は、若い頃やたらポカをしたエピソードが残っているが、この昇白暗殺においても、とんでもない大ポカをしていた。これが若さか。こうして余裕のよっちゃんで姓へ向かう旧に対し、急いで姓へ向かった昇白が、後継レースに勝利することとなったのだぜ。こうして1685年、第15代目の姓の国君、漢光が誕生した。さて漢光の治世はなんと43年もの長きにわたっているが、即位後7年にして、県の地で諸侯を集めて改名を開き、その後36年も中国初の覇者として、中原に睨みを利かせることとなった。これほど長期にわたって、威光を維持し続けた君主はこの時代では非常に珍しく、並み居る覇者の中でもトップの安定感を誇ったのだ。すげえ、やっぱり漢光は名君だったのね。とはいえ、彼が覇者の座に上り詰め君臨し続けることができたのも、第一に、漢中という名補佐役に恵まれたことが理由なんだぜ。やっぱり漢中か。即位した漢光は、はじめ自分を暗殺しようとした漢中を激しく憎み、投用する気などさらさらなく、むしろ殺してしまおうと考えていた。彼が即位した1685年の秋、漢光は早速炉討伐の軍を出し、散々に炉軍を打ち破ってから、こう申し入れたぜ。旧は我が兄弟であるから、この手で殺すには忍びない、そちらの国で、始末していただきたい。しかし漢中は反逆者であるから、身柄を引き渡してもらいたい。戦に敗れ、軍事的圧力を加えられた炉はその通りに、旧を殺し、漢中を姓に護送したのだぜ。漢中は漢光に処刑されそうになってしまうのね。これを止め、漢中を用いるように進言したのが、漢光の側近だった奉祝賀だ。奉祝賀は、姓一国だけを治めるならば自分たち側近を用いるだけでよいが、天下の覇者足らんと望むなら、絶対に漢中を用いなければならない。漢中を用いる者こそ天下に重きをなす。と漢光を説得したのだぜ。まさに文字通り自分に弓引いた、憎悪の対象漢中だったが、苦しい時に支えてくれた忠臣奉祝賀の進言ならば、それに従おうと、漢光は漢中を許し、重く用いることを決めたのだぜ。やったぜ。漢光は、
この憎しみを捨て去る決断を下すことができたからこそ、覇者となることができたのだ。その時歴史が動いたー。観光は早速漢中と面会し、その後彼を宰相に抜擢、国政を委ねたという。観光、この決断はまさに大器。観光の側近方淑雅と漢中は幼い頃からの大親友で、二人の熱い友情を表した漢方の交わり、という言葉が、2000年以上経った現代にも残っているのだぜ。漢中は栄達した後方淑雅との関係についてこのように述懐したとされる。私が昔貧しかった頃、方淑雅と組んで商売をした、そして儲けを分けるとき、自分の方が余分に取った、しかし彼は私を欲張り呼ばわりしなかった。私が貧乏なのを知っていたからだ。またあるとき、彼の名を挙げさせようと、計画したことが失敗し、かえって彼を窮地に陥れることになってしまったが、彼は私を愚か者呼ばわりしなかった。物事にはうまくいくときとそうでないときがあることを、知っていたからだ。また私は何度か仕官して、その度にクビになったが、彼は私を無能呼ばわりしなかった。自説というものがあるとわかっていたからだ。また私は戦に出るたびに逃げ帰ってきたが、彼は臆病者呼ばわりをしなかった。私に年老いた母がいることを知っていたからだ。また公子宮が後継者争いに敗れた時、同僚は殉死したのに、私はおめおめと生きながらえて縄目の恥を受けたが、彼はハレンチ呼ばわりしなかった。私が目先の名誉にこだわらず、天下に功を表さないことこそ恥辱だと考えていることを、彼は知っていたからだ。私を産んでくれたのは父母だが、私を理解してくれたのは、方淑雅だったのだ、と。まったく、方淑雅はいいやつすぎるわね。その方淑雅は漢中を推挙した後、自分は彼の下の地位について漢公に仕えたのだ。このような方淑雅の振る舞いに、当時の人々は漢中の才や手腕より、方淑雅の徳を高く評価したという。さて、このような素晴らしい腹心や天才的な宰相を得た漢公は、ここから覇者労働を爆心していくのだが、それについて語る前に、主君を旧から漢公に変えた漢中に対する、孔子とその弟子たちの、議論について触れておこう。漢中の同僚は主君に準じて死んだのに対し、漢中はかつて弓引いた、漢公に仕えて栄達した、これは許されることなのか、と孔子と彼の弟子城が問答したと、論語、に記録がある。城はあるときこう言って死の孔子に詰め寄ったという。漢公が兄の宮を殺したとき、小骨、漢中の同僚、は君臣の義を守って、死を選びましたが、漢中は同じ立場にありながら生き残りました。それでも漢中は仁の人であったと言えるのでしょうか。すると孔子は、漢公が武力によらず諸侯を服従させることができたのは、ひとえに、漢中のおかげである、小骨の義は漢中の仁に比べれば小さいのだ、と言ったという。また他の孔子の弟子、子貢も孔子に疑問を尋ねた。私は漢中が仁者とは思えないのです。彼は漢公が兄宮を殺したとき、宮に仕える身でありながら節義に準じようとしませんでした。そればかりか、彼は漢公に仕えました。この行いは明らかに義に反していると思います。これにも孔子は答えた。しかし、彼は漢公を支え、諸侯の名士たらしめ、天下の秩序を回復したのだぞ。その恩恵は今日まで及んでおり、もし漢中がいなければ、今日我々は蛮族の風習に染まっていたかもしれないのだ。蛮族の輩が小さな義理立てから自殺に追いやられ、路傍に果てて朽ち、世間から忘れられるのと、漢中を同じように論じることはできないのだ、と言っている。城や志向は漢中の変説を、旧との関係において問題にしているのだが、孔子は漢中の成し遂げた業績を評価し、その観点から彼の転身を認めているのだぜ。漢中という人物はまあ、この時代支配的だった価値観である義に則った生き方よりも、己の才覚を生かすことを最も重要視した人物であり、だからこそ、政の政治改革を成し遂げ、政を天下一の経済力、軍事力を持つ国にしたのだぜ。自ら信任し、力を生かしてくれる君主を求めた人物であり、方淑雅によって漢公に推挙されたことは、漢中、漢公両者にとって、非常に幸運なことだったのだ。また孔子も自らを天下国家のために重用してくれる、
君主を求めて諸国を巡った人物であり、多少漢中にシンパシーを感じていたのだろう。ただ孔子は残念ながら、ついに彼を重く持ち、国家を任せてくれる君主を見つけることができなかったのだ。悲しい。それに比べれば、漢中を手に入れた漢公も幸運だったが、漢公に仕えることができた漢中も幸運だったのだぜ。さて、漢公は漢中を宰相に迎えた後、彼にすっかり操縦されていくのだが、操られとるんかーい。うまい具合に操られる。だけどまあ、漢公が自身の実力を超え、天下を代表する君主となれたのも、漢中のおかげなんだから、いいんじゃないの。漢中の国政改革は、はじめ彼の身分の低さや資金の少なさから苦戦したようだが、漢公が彼に高い身分や称号を与え、さらに資金を用意したことで、改革を前進させていくことができたのだぜ。漢公やることやってるじゃないの。ただまあ漢公自身が深い洞察力や優れた政治的センスを持っていたわけではない。こんな話があるぜ。ある時漢公は狩りに出かけ、獲物を追いかけているうちに、山の奥深くの谷まで入り込んでしまった。すると一人の老人がおり、彼に谷の名前を尋ねた。すると老人は、ここは愚か者の谷でございます、と答えたという。ゲームのステージに出てきそうな名前。それは妙な名前であるな、と、漢公はさらに由来を尋ねると、老人は、私にちなんで付けられた名前でございます、と答えた。しかしその方、見たところ愚か者とも思えぬ、いかなる事情があり、そのような名前が付けられたのか、と重ねて尋ねると、恐れながら申し上げますと、私は雌牛を一頭飼っておりまして、その雌牛が子牛を産んだので、それを売って馬を買いました。するとならず者がやってきて、牛が馬を産むはずがない、と因縁をつけて、馬を奪っていったのです。近所の者たちはこの話を聞いて、私を愚か者と呼ぶようになり、私が住むこの谷も愚か者の谷と呼ばれるようになったのです。ひでえ話。この話を聞いた観光は、不快感をあらわにし、みすみす馬を取られるとは、呆れたぞ、まさに愚か者であるな、と吐き捨てて引き返したという。観光もひどくないですかねー。あまりにムカついたらしく観光は、翌日の政務の際に、昨日聞いたこの話を持ち出した。すると漢中は襟を正して拝礼し、それはこの国の政治を任された宰相である私の責任であります。もし行のような聖天子のもと、紅葉のような名宰相が政治を取っていれば、馬を奪い取る輩など現れるはずがありません。またそのようなものが現れたとしても、政治がしっかりしていれば、老人も馬を取られず済んだはずです。老人は我が国の裁判がデタラメで信用できず、この件を訴え出ても、無駄だと思ったので、泣き寝入りをしたのでしょう。これは早急に、解決せねばならない問題です、と言ったという。漢中は漢公が聞き流した姿勢の声を取り上げ直し、為政者の心得を説いたのだ。漢公、頑張れよ。またこんな話もあるぜ。ある時漢公が漢中にこのような愚痴をこぼした。我が国は、国土は狭く資源も乏しい。しかし臣下たちは、やたら贅沢に走り、豪勢な食事をして衣服や娑婆を飾り立てている。この際、臣下の贅沢を禁じようと思うのだが、どうだろうか、と言った漢公の提案に対して漢中は、それは結構なお考えです。しかし、食事にしろ衣服にしろ、臣下は上に立つ君主の真似をするものです。今我が君の召し上がるものはすべて三階の珍味、身にまとうものはすべて最高級品です。これでは、臣下が贅沢にふけるのも当然のことでありましょう。先人の言葉にも、口先ばかりでは信用されない、とあります。臣下の贅沢を禁止されるのならば、まずはご自身から実行すべきです。これは耳が痛い。だがここで、よくわかった、と漢中の進言に素直に従い、質素な衣服に改め正道に臨むようになるのは、漢公の長所だ。このようにして1年ほどで、性の贅沢を好む悪しき気風は一掃されたという。さらに漢中の操縦、というか指導は続く。漢公はある時、漢中にこう尋ねた。これまで国を滅ぼした君主は、どのような過ちを犯してきたのだろうか。これに漢中は、第一に土地や財産に夢中になり、諸侯の支持を得ようとしなかったこと。第二に、税を取り立てるばかりで、人民の支持を得ようとしなかったこと。第三に、
支持を得ようとするあまり、嫌われることに思い至らなかったこと。過ちはこの三つでありましょう。この過ちを一つでも犯せば、領土は失われ、三つとも揃えば、必ず国は滅びます。滅んだ国の君主は好き好んで、国を滅ぼしたのではなく、少しくらいならばよかろうと考え、油断をしているうちに失敗の深みに入り込んでいったのです、と語ったという。漢中は折に触れては漢公を教え諭し、漢公もまたよくその言葉に耳を傾けた。漢公は覇者多乱として努力を続けたのだぜ。漢中の生きている間は、最後に不吉なワードを足すのはやめて、漢公自身の資質は置いといて、優秀な補佐役によく従い、姓を繁栄させたのだから、もうこれは名君と言っても良いとする意見があってもいいだろう。褒めきってないんだよな。さて、このタイミングでさらに観光上げをして、印象を良くしていきたいと思う。ほほう、観光の素晴らしい長所の一つに、有能な人材を広く求めたことが挙げられるだろう。これもまた漢中の進言によるものだったが、観光がもし暗君なら用いる人物も、程度の低いものとなっていただろうからな。ははは、観光は人を求めるにあたり、昼も夜も門戸を開いていたとされ、夜は訪ねてきた人物が迷わないように、かがり火を焚いていたという。しかし、このように広く志ある人を集めようと門を開き続けても、一年間これといった人物が現れなかったのだぜ。残念、漢中から助言をもらうか。そんな時、ある田舎の親父が仕官のために、観光に面会を求めてきたのだった。採用されないでしょ、普通に考えて、取り次ぎが観光に報告するには、彼は簡単な算術今でいう足し算引き算が、できるという、これには観光も、その程度の能力で国君の門を叩くとは、特徴するしかなかった。度胸すごいわね。しかし、この田舎の親父は、実はただものではなく、取り次ぎの者に向かってこう言ったぜ。我が君は、毎晩かがり火を焚いて、人材を待っておられるが、一年経っても人が訪ねてこないとか、その理由はおそらく、人々の誰もが賢君である我が君に遠慮しているのでございましょう。私の算術など大したものではありません。しかしその程度のものにさえ、礼遇したと評判が立てば、それ以上の才能の持ち主は、こぞって我が君の元へ訪れるでしょう、と言った。野生の各界やんけ。この話を伝え聞いた観光は、なるほど、とうなずき、彼の言葉通り、男を礼遇してやると、一月もしないうちに有能な人材が続々と集まってきたという。観光、漢中の言うことじゃなくても人の話よく聞くのねー。そもそも漢中の登用も、奉祝がの恨みを水に流せという進言に従ったものだしな。さて、この庶民の登用エピソードの他にも観光は、子役人に会うのにも自ら5度尋ねたという3個の霊的なエピソードもある。まあこの話の結末は、諸葛亮的な人物を得たということではなく、子役人に対しても礼を尽くす観光こそ信用に値する、ということで天下の諸侯が、続々と観光の元に集まった、という話になっている。さて、このように漢中の登場しないところでも、人材登用に心を砕いたり、真偽を重んじる姿勢を見せたりする逸話が観光にはあったのだぜ。ええやんええやん、観光、器も大きいし性格も良い感じじゃない。そう、ここまでは観光の名君っぽい面の紹介をしてきたぜ。では、ここからは観光の知性で性はどのように発展したか少し述べていこう。式の中では、性対抗性化、や、観安列伝、などを総合すると、当時の性の政治は、観光に政治を任された漢中により、漁業や製塩業、製造業、また交易が奨励されたという。完全に現代の漁業と製塩業じゃないの。画像がなかったぜがはは。とにかく漢中は経済政策を重視し、国やそこに住まう人民を富ませたという。富を増やし物価を調整し、いわゆる総林道手すなわち礼節を知り、衣食足りてすなわち永熟を知る、衣食足りて礼節を知る、という安定した民生を築いたのだぜ。漢中の政治については彼の動画で取り上げたので、詳しいところは割愛するが、箇条書き的に彼の政治を列挙しておくと、一農業の保護奨励、二塩、鉄、金などの重要物資の生産管理、三税制の整備、四流通、物価の調整、
といったもので、これにより得た強力な経済力で軍の強化をも行ったのだぜ。そして覇権国制が誕生したのだ。さて、漢詩から一つだけ漢中の政治における考え方を紹介しておくと、こういう話がある。ある時漢口は漢中に尋ねた。またも国庫が底をついてきたぞ。この際、家屋に税をかけて、税収を増やそうと思うのだが、どうだろうか。漢中はこれに強く反対し、そんなことをしては、人々は今立ってる家屋を壊してしまいます、と答えた。ならば、と漢口は人頭税を課してはどうか、家畜に税をかけてはどうか、樹木はどうか、と次々と提案していったが、漢中はそれらすべてに反対したのだ。人頭税を取り立てては、人民は家族の数を偽るようになり、家畜に課税しては、人民は家畜をどんどん殺して富が失われ、樹木から税を取ろうとすると、人々はこぞって木を切り倒す、と、いずれも国から富を失わせる政策となってしまう、と漢口に説いたのだ。では、一体何に課税したらよいのだ、と漢口は言うと、漢中は、死者にかけるのがよろしいでしょう、と答えたという。漢口はその言葉に怒り、人民、家屋、家畜、樹木でさえ税をかけてはならぬ、というのに、死者に課税などできぬではないか、と怒鳴ったが、漢中は、それが可能なのです。かつて行には5人の重臣がいたという話ですが、今日彼らの祭祀は途絶えています。そこで彼ら5人の祭祀を取り行い、そのついでに子孫の絶えた国家の功労者の祭祀を復活させるのです。このように祭祀を復活、信仰させることで、魚や花といった供え物の需要が高まるのです。そうすれば供え物が値上がりし、それに伴って税収も増えるでしょう。このようにすることで人民に新たな税を課税せずとも税収を増やすことができるのです。と述べている、これは漢詩の思想、およそ物事ありにかない、勢いに乗ずれば成就する、策を立て好機を捉えれば大きな成果が得られる、古来、王者は勢いに乗じ、聖人は機微に乗じてより良い成果を生み出してきたのだ、との言葉に通じている。漢中は人民に無理に税をかけて、富の流れをせき止めるのではなく、自然な流れを作り、そこからうまく税が入るように誘導しようとしたのだ。さて布告がなれば次は強兵だ。漢中は金銭を投じて軍の装備を充実させ、兵の数を増やすとともに金を配って士気を上げた。漢口の時代、税は他国を圧倒する戦力を要していたため、厳しい戦いに挑むことはなかったが、雷の国を攻めた際は、聖は雷に圧勝している、また諸侯を率いて総詰問した際も、連合軍を率いる聖軍の異様に、勃興しつつあった勢いのある祖でさえ、戦いを避けたのだぜ。また1663年、異民族三十に攻められた縁を助けた時は、漢口は聖軍を率いて三十を一ひねりで撃破している。このような強力な軍事力を持ちながらも漢口は、漢中の方針に従って、真偽を重視した外交を展開したのだぜ。漢口の即位から4年後の1681年に盧を破った際、盧は領土割譲を条件に和議を求めてきた。しかしその和議の席で、漢口は盧の討伐に合口を突きつけられ、割譲した領土の返還を迫られた。漢口は命の危機を感じたので応じたが、後で盧とのその約束を反故にしようとした。しかし漢中は真偽を重んじるように説き、漢口はそれを受け入れて、約束通り領土を返還した。脅迫で結ばれた約束でさえ守るということから、諸侯の間で漢口の声望が高まり、この事件の2年後の1679年、A の国の県の地で聖、宗、陳、A、帝の5カ国が改名し、春秋左氏伝に聖初めて語り、と記述されるように、漢口は覇者となったのだぜ。先ほど述べた、縁に攻め込んだ三十を撃退したのが漢口が覇者となって、16年後のことだが、この時も漢口の声望を高める出来事があった。漢口が三十を追い払った後、縁の総攻は感謝して彼を聖の国境まで見送った。しかし総攻は誤って、縁の国境の外まで漢口を見送ってしまったのだ。国境の外まで見送るというのは、周王つまり天子に対する礼なので、総攻は儀礼的にとんでもないことをやらかしてしまったというわけだ。そこで漢口は漢中の助言を受けて、総攻がついてきたところまでを、
円と星の国境としたのだぜ。異民族を撃退してやり、しかも円の君主のメンツを立てて領土を与えるという観光の太っ腹な態度に、諸侯はますます観光に振幅するようになったのだぜ。円の総攻、星の都までついていっちゃえばよかったじゃない。ひでえ話だなおい。これが1663年の出来事で、それから連合軍を率いて総圧したのが、1657年のことだ。諸侯を代表して祖と対峙したことでさらに声望を高めた観光は、ついに1651年、観光は盧、宋、英、帝、許の諸侯を集め、気球の解明を開いた。この解明で観光は、ついに覇者としての意向が絶頂に至った。この時は州王室も観光の労をねぎらう形で、貸し品を届け、それを臣下の礼抜きで受け取るよう意向を示した。まさに諸侯を超えた破格の待遇であり、観光はその通り受け取ろうとしたが、ここでもやはり漢中がそれをいさめたのだ。観光は仕方なく漢中に従ったが、州王室に対して臣下の礼を献辞した形になった観光を見て、やはりおごり高ぶらない観光こそ、諸侯の第一人者であると、信頼を集めたのだぜ。大体全部漢中の演出のおかげじゃないの。いやまあ、観光もちゃんと漢中の言うこと聞いてたし、ただ、この頃になると観光も即位して35年を超え、だんだん漢中の還元を聞かなくなってきており、傲慢さも隠せなくなってきた。天使だけが行える法然の儀を行いたいと言い出し、漢中に諌められても、なかなか撤回しなかったのだ。しかし漢中に聖獣が集まらなければ法然は行えない。と説得されてやっと諦めた。危ない危ない。真偽が売りで長年覇者をやってきた観光が、増上マンになっちゃやばいわね。だが観光をコントロールしプロデュースしてきた漢中も、1645年、観光在位41年にして世を去ってしまう。やばくね、やばくね。まあ、観光が生きているうちは、姓は覇権を維持することができたぜ。観光の最晩年、亡命してきた秦の公子長子、後の文公、の才覚を認め、漢太子娘を彼に与えたりしている。このあたりはさすが人材登用に定評のある観光だ。だが結衣の死が大好きな観光は関心も近づけてしまった。駅が、受長解放の悪の三欠の登場だ。生前漢中も彼らを除くように進言し、漢中が死んだ時はその言葉に従って彼らを追放したが、しばらく経ってから、漢光は三漢神を宮中に呼び戻してしまったのだ。あかんあかん。それでも漢光が生きている間は姓は安定していた。しかし、1643年、漢中の死に遅れること2年、ついに漢光が世を去ると、姓では後継者争いが勃発、内乱の発生で漢光の葬儀すら行えず、60日間以上も放置された彼の遺体はすっかり腐敗してしまったという。天下に号令をかけた覇者の末路なのに悲惨すぎー。まあ彼の遺体が悲惨すぎるという話は、あまりに有名だが、本人はもうあの世に行ってるから、割とどうでもいいんじゃないかなー。それよりも漢光以後、春秋時代の姓は振るわず、覇者の座に戻ることができなかったことの方が深刻な問題だろう。さて、ここまで姓の漢光の生涯を見てきたが、いかがだろうか。彼は明君だったのかそれとも暗君だったのか。最初の覇者で、30年以上にわたり諸侯に号令をかけ、君臨した漢光、ほとんどの業績の裏に漢中がいた彼をどう評価しようか、霊夢。むむむむむむ、だ、大器を持った凡脈の君主。かしら、ご視聴の皆様はどう思われるだろうか。ぜひご意見をコメント欄にいただきたい。というマリサはどう思うのかしら。すん、観光よりも先に消えおった、といったところで、今回の姓の観光紹介を終わりにするわ。はい、今回もご視聴いただきありがとうございました。グッドボタン、チャンネル登録、コメント、いつも感謝しています。スーパーサンクスやメンバーシップご加入もありがとうございます。ご好意いただくたびに、やったぜの舞を待っております。ではまた次回、中国史の時間でお会いしましょう。さよなら。の朝に約束の花を飾ろう。終わり。